皆さんこんにちは。俳優、ナレーターとして活動している緒方直人さんを知っていますか？テレビドラマ北の国から、世界の中心で愛を叫ぶ、映画我が心の銀河鉄道宮沢賢治物語、スペースバトルシップヤマトなどに出演していた緒方直人さんですが、最近彼のことを見ないと感じたことはないでしょうか？緒方直人さんがテレビから消えた理由、そして彼の結婚や子供のこと、病気を患っているという噂についても合わせて解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。緒方直人さんは1967年9月22日生まれで、2024年現在の年齢は56歳になっています。神奈川県横浜市の出身で、彼は21歳の時から芸能活動をしています。緒方直人さんといえば、父親の緒方健さんも有名です。父親の緒方健さんも俳優として活躍しており、1965年に放送された NHK 大河ドラマ太閤記の主役に抜擢され、大きな注目を集めました。さらにその翌年に放送された大河ドラマ源義経に弁慶役で出演し、2年続けて大河に出演しただけでなく、その後も数々の大河ドラマに出演したことで NHK 大河ドラマ常連俳優と呼ばれていたのです。1987年、緒方直人さんは青年座研究所に入所し、優春オラシオンで主演デビューを果たします。信長キングオブジパング主役を務め、大河ドラマ史上初となる2018年までは唯一の親子で大河ドラマ主役を務めた事例となります。緒方直人さんが一気に注目されるようになったのは1989年、1992年、1995年に放送された北の国からです。このテレビドラマの中で緒方直人さんは蛍の初恋の相手涌井役を演じて注目されるようになり、俳優として地位を高めたのです。また第12回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ、数々の新人賞を受賞している俳優としても有名です。さらに1996年には映画我が心の銀河鉄道宮沢賢治物語で主演を務め、第20回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞し、 TV ドラマ版世界の中心で愛を叫ぶでは山田孝之さんが演じる主人公の17年後を演じました。緒方直人さんの兄は緒方寛太さんで、彼も俳優として活動しています。そして緒方直人さんの息子の緒方敦さんも2017年に俳優デビューを果たしていますので、俳優一族としても話題になっています。そんな緒方直人さんですが、一時はテレビドラマや映画への出演で頻繁に見ていたはずですが、なんとなく最近は見ないと感じませんか？緒方直人さんはテレビから消えたという噂もありますが、なぜ彼は消えてしまったのでしょうか？噂の中では緒方直人さんはトラブルを起こして芸能界から干されたとも言われているようです。ですが結論を言えば、緒方直人さんは芸能界を干されたわけではありません。彼は芸能活動自体はしていますが、自ら仕事量を減らしているようなのです。その理由は家族と一緒にいる時間を増やしたいからと言われています。先ほども解説した通り、緒方直人さんの父親も俳優として活躍していました。父親は毎日忙しく、家にいる時間がほとんどなく、緒方直人さんは寂しい思いもしていたようです。彼はそうした思いは自分の子供にはさせたくないという思いから、自ら仕事量を減らして家族といる時間を作っていたのです。緒方直人さんは芸能界から干されて消えたわけではなく、家族と一緒にいる時間を持ちたいという理由からテレビへの登場を減らしたということです。そんな家族思いの緒方直人さんですが、1993年に女優の千堂信子さんと結婚しています。千堂信子さんは1969年9月28日生まれで、2024年現在の年齢は54歳です。愛知県名古屋市出身ということも分かっています。千堂信子さんは幼い頃から芸能活動をしており、当時は名古屋区と呼ばれていたようです。その後レコードデビューやアイドル女優として活躍していたものの、現在は芸能活動は事実上休止状態となっていました。
しかし2018年7月に放送されたこの世界の片隅にで23年ぶりに女優復帰することが発表され、大きな話題にもなりました。緒方直人さんと千堂信子さんとの馴れ初めは1991年の松本清張さんの作家活動40周年記念ドラマ西郷札での初共演でした。互いに恋心を抱いた義兄妹役というダブル主演で共演した2人は、リハーサルや台本の読み合わせ、撮影やその待ち時間と多くの時間を一緒に過ごしたのだと思います。そうした時間の中で意気投合して交際に発展していったのでしょう。後に徹子の部屋に出演した千堂信子さんは、割とすぐ打ち解けた普通の感覚を持っている緒方直人さんと似ている部分が多いと感じたなどの印象を語っていました。近しい価値観が2人の距離を縮め、2年間の交際を経て2人は1993年に結婚。幼い頃から芸能界で仕事をしてきた千堂信子さんなので、両親が俳優で芸能一家で育った緒方直人さんには、2人にのみ通じる近しい空気感のような共通項があったのではないでしょうか。また長きにわたって芸能活動をされていた千堂信子さんは、緒方直人さんの父である緒方健さんとも面識があり、授賞式などの仕事場で幾度も顔を合わせていたといいます。そのため千堂信子さんが結婚の挨拶に訪れた際には、緒方健さんは君と息子がと驚きつつもとても喜んだそうです。さてそんな千堂信子さんですが、なぜ23年もの間芸能界から姿を消していたのでしょうか。千堂信子さんは緒方直人さんとの結婚後に家庭を守ることを優先し、自らの役割としてきました。結果として23年間という長きにわたって芸能活動を休止していたことになります。活動休止期間が長いと何かあって干されたのという噂が出てきますよね。しかし千堂信子さんの場合は自らの意思で家庭に入ったのです。役割を果たしている間に気がつけば23年経っていたというのが正しい見方なのかもしれません。緒方直人さんが意外と亭主関白なのかもしれませんし、千堂信子さんが奥ゆかしい古き良き日本女性の一面を持っていたということも考えられますが、母親として家庭を守る選択をした千堂信子さんはまさに尊敬の一言です。そして現在の緒方直人さんと千堂信子さんとの結婚生活については特にトラブルなどもなく過ごしているようなので、夫婦円満だと思われます。そんな緒方直人さんと千堂信子さんには子供がいます。子供は3人いるという情報がありますが、詳しく分かっているのは実は1人だけです。その1人は先ほども解説した俳優の緒方敦史さんです。緒方敦史さんは1996年6月20日生まれで、2024年現在の年齢は27歳です。緒方敦史さんは4年生のアメリカの高校に通っていたため、英語力がかなり高いようで、外国語としての英語テストであるトーフルはなんと120点満点中100点以上を取るほどのようです。俳優としては2017年に放送されたテレビドラマ陸王や、2019年には BS プレミアム盤上のアルファ約束の将棋に出演しています。また映画への出演経験もあり、2021年には劇場版ルパンの娘、2022年にはラブライフ、2023年にはザ・レジェンダリー&バタフライへの出演経験があります。また舞台やテレビ CM などへの出演経験もあり、幅広い分野で活躍しています。緒方敦史さんの今後の活躍にも注目していきたいところですね。さて俳優として高い地位を築き、さらには家族にも恵まれた緒方直人さんでしたが、彼のことをインターネットで検索すると病気という言葉が出てきます。そのため緒方直人さんは病気になっているのではないかと噂になったことがあるようです。さらに緒方直人さんはアルツハイマー病だという噂も広がっています。結論を言えば、そうした噂話は全てデマです。ではなぜ緒方直人さんが病気だという噂や
アルツハイマー病だという噂が流れたのでしょうか。それは尾形直人さんが立て続けに認知症をテーマとした作品に出演していたことから勘違いされたことが原因と思われます。テレビドラマに出演する俳優や女優のイメージはその役柄で大きく変わりますので、おそらく尾形直人さんにもそうしたイメージが持たれてしまったのでしょう。尾形直人さんはアルツハイマー病でもなく他の病気にかかっていることもありません。ただそうした噂が流れてしまうほど尾形直人さんの演技は素晴らしいとも考えられますね。尾形直人さんは2020年には映画福島フィフティンに出演し、相変わらずの名演技を披露しています。また同年にはもみの家、2021年には守られなかった者たちへ聖地 X に出演しています。2022年にも川っぺりムコリッタに出演していますので、仕事量を減らしてはいますが俳優として積極的に活動しているようです。6月16日に最終回が放送された TBS 系日曜劇場アンチヒーローにも出演していましたね。劇中で尾形直人さんは死刑囚の清水優作役を熱演しており、最終回で娘のさやと再会したシーンは大きな感動を呼びました。放送から3日が経った19日にアンチヒーローの公式インスタグラムに登場した尾形直人さんは、最終回ご視聴ありがとうございました。皆さん、おいアンチはしていただけましたか。清水とさやのオフショットをお届けです、と説明し、ツーショットが披露されると尾形直人さんはシルバーヘアの清水の姿でにっこり。ドラマの開始当初はあまりの激変ぶりに驚く声が寄せられていましたが、今ではネットなどで白髪混じりだと、ますますお父さんに似てるな尾形直人、すっかり中年の尾形直人いいな、お父さんみたいに独特の雰囲気があるわ、シワも白髪もいいわ、渋いわ、などの声が寄せられています。いかがだったでしょうか。今回は俳優の尾形直人さんについてご紹介してきました。テレビで見る頻度が減ったとはいえ、しっかりと活動を続けられていたことが分かりましたね。これからもどんなテレビドラマや映画に出演するのか、多くの人が注目していることは間違いありません。尾形直人さんの活躍を楽しみにしておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。